はい、おはようございます。大川祐介です。今ね、結構朝早くに収録していて、まあ、お台場のオフィスで撮ってるんですけど、まだちょっとね、周りのみんな結構寝てる人が多くて、その中での収録になるんですけど、まあ、今回は、トランスサロン初月無料キャンペーンについてお話したいと思います。まあ、現在ね、トランスサロンっていう動画コミュニティを運営してるんですけど、そのプラットフォームであるキャンプファイヤーさんね、キャンプファイヤーさんの施策で初月無料キャンペーンっていうものが実施されますので、今回はその初月無料キャンペーンってどんなものなのかだったりとか、改めてトランスサロンっていうコミュニティは何をやってるのかっていうのを皆さんにお伝えできればなと思っております。そもそもキャンプファイヤーってどういった会社かって言いますと、クラウドファンディング、皆さん知ってると思うんですけど、何かプロジェクトがあって、それに不特定多数の人が支援してそのプロジェクトを達成させるっていう、そういうサービスが主の会社となっております。で、その中でファンクラブって言われるものがあって、いわゆるオンラインサロンって言われるものなんですけど、先日ね、僕が動画出したと思うんですけど、そのオンラインサロン、キャンプファイヤーのファンクラブに僕たちもトランスサロンっていうね、動画コミュニティ、いわゆる日本中の動画クリエイターがつながるようなオンラインサロンを運営しております。で、そのキャンプファイヤーのファンクラブにて施策として初月無料キャンペーンっていうのをやっております。例えば僕の場合だと月額1000円で、有名な箕輪編集室さんとかは月額6000円ぐらいかな、約6000円ぐらいが最初の1ヶ月だけ無料で入会することができます。なので、1回契約しますと初月は無料なんですけど、2ヶ月目以降からそのまま金額が発生してしまうので、もし自分のね、このコミュニティが合わないなと思ったらすぐ退会していただいて大丈夫ですし、もし合うようでしたらそのまま継続して入っていただければなと思っております。で、トランスサロンも初月無料キャンペーンっていうのを実施させていただくんですけど、そもそもトランスサロンって、何なのっていう方結構多いと思うんですよね。で、現在、ウェブサイトの制作だったりとか、紹介ビデオの制作とか結構動いてるんですけど、ちょっとその対外的な見られ方がまだちょっと物足りないなと思っていて、だからこの場を借りてちょっと僕がトランスサロンって何なのか、何をやってるのか、どういった人たちがいるのかっていうのを、ざっくばらんに、お話できたらなと思って収録しております。じゃあ早速いきますか。僕たちのトランスサロンっていうコミュニティは、一番最初はゆうすけお母サロンっていう僕の名前で出していたんですけど、やっぱり、このコミュニティを、今始めて半年いかないぐらいなんですけど、どんどんやっぱり、いろんな方向に柔軟に対応していって、個人の名前でやっぱ発信するよりも組織の名前で、動いた方がやっぱ何かと、そのいろんなプロジェクトだったりとかやりやすいなってことに気づいて、約2ヶ月前ぐらいですかね、トランスサロンっていう名前に、変更しました。で、トランスっていう会社は、僕たちが大学休学中に起業した会社でして、最初は映像制作をメインでやってたんですけど、今ではその映像に付随した YouTube スタジオだったりとか、プロデュースとか本当にいろんなことをやっております。で、このトランス株式会社のメンバーが運営する動画コミュニティがトランスサロンっていうものになっております。で、トランスサロン結構よく言ってるんですけど、なんでトランスサロンっていうこのコミュニティを立ち上げたかって言いますと、やっぱり一番にあるのが、僕もその映像制作を学んでる時に、専門学校に行ってたわけじゃなくて、全部 YouTube だったりとか独学で学んでたんですよね。で、やっぱり YouTube とかチュートリアル見てると、英語の人が多くて、やっぱり学べない部分があったりとか、やっぱ撮影行く仲間がやっぱ欲しくて、例えば一緒にサーフィン行ったりとか、山に遊び行ったりとか、一緒に本当に同じ目的の人たちで撮影に行きたかったんですよね。だったりとか、あと例えばエフェクト、ズームトランジションとかスクリーボーエフェクトとかいろいろあると思うんですけど、そのエフェクトの名前すら分かんないんですよね。やっぱり動画好きの人たち550人が一つの、コミュニティチャットに集まることによって、例えばそのズームトランジションのスクショとか動画を送るだけで分かる人が全部教えてくれるんですよね。当時僕が映像制作をして学んでる時に、ぶち当たった壁っていうものを、やっぱりこれから動画始めていきたいっていう人たちがどんどんそういった課題点だったりとか、改善しなければいけない部分で出てくると思っていて、僕はその人たちの少しでも力になれるように、こういったコミュニティを立ち上げて、情報交換の場だったりとか、人と人とがつながる空間っていうのを今現在、作っております。それが、このトランスサロンっていうコミュニティを立ち上げたきっかけです。トランスサロンでは何ができるのと
動画コミュニティで何ができるのかっていうのを、一つずつご説明していこうかなと思っております。はい、まず一つ目、さまざまなつながりができます。これやっぱりつながりっていう部分はかなりキーワードとなっておりまして、スラック内で、いろんな会話、質問したら返してくれたりとか、そういったことによって通常の SNS よりは信用が生まれるんですよね。でその信用がある意味その一緒に撮影行こうだったりとか、ご飯食べようとか、例えば地域ごとにコミュニティが分かれているので、九州沖縄の人たちでちょっとご飯会しようとか、そういった普段チャットでやり取りしてるからこそリアルな側面でつながることができるっていう、同じ目的を持った人たちのつながりができるっていう良さはあります。で2つ目、分からないことが学べます。動画制作ってやっぱりその分からないことってふと出てくるもんなんですよね。編集してる時に、あ、ちょっとこの調整レイヤーうまくいかない、反映されないだったりとか、カラーリングがちょっとなんか色が乱れちゃうっていう、そういった疑問だったりとか課題っていうのは、編集中に出てくるもんなんですよね。でそれを、分からない質問とかを、例えばチャットの質問チャンネルってものがあって、そこに投げかけると、僕たちね、株式会社トランスの本当に現場で仕事しているような人たちがすぐ質問を返したりとか、それこそ僕よりも知識があって詳しい人たちってこのコミュニティにたくさんいて、そういった方たちが専門的な知識を返すこともありますし、このコミュニティを作った僕たちでさえも学べる、回答っていうのが本当にたくさんあって、よくねツイッターとかで出してると思うんですけど、本当にその分からないことが学べるっていう観点で言うとかなり特化してるんじゃないかなと思っております。で、3つ目、動画に関するイベントがあります。はい、これね、イベント、僕はこのコミュニティでとても大切にしていて、やっぱりその、オンラインサロンって、概念的に言うとオンライン上で、いろんな知識やノウハウをシェアしたりとか、つながりが生まれるっていう意味なんですけど、僕たちはある意味そのオフラインサロンって言ってもいいぐらいオフライン、リアルなコミュニケーションを大切にしております。例えば、動画で言いますと、前回ワンメディアの創業者の明石岳人さんをお呼びして、僕たち SNS とかで発信している、クリエイターたちがどう思うのかっていう話だったりとか、それだけではなくて DJI さんと共同でイベントを開いたりとか、ソニーさん、ギンイチさんとか、本当数々のメーカーさんだったりとか企業さんと、コラボしてイベントを開催しております。これも僕が映像を始めたての時に機材が高くてやっぱり使用することができないしっていう課題感があったので、そういった DJI さんとかとコラボすることによってロニン S とかね、自由に使えたりとか、本当に自分で肌で感じて購入することができるんですよね。なのでこういったオフラインでのイベントをとても大切にしております。もちろん僕が定期的に編集セミナーですね、動画を教えてあげるっていうリアルイベントも開催していたりとか、動画合宿、これ前回 Vlog 合宿っていうものをやったんですけど、 Vlog に対して3日間、みっちり、勉強するっていう回ですね。こういったリアルイベントをたくさん開いてますので、自分に合ったイベントっていうものを参加していただければなと思っております。でざっくりとこのトランスサロンってどういったことやってるのかっていうのを、皆さんにお伝えしたので、大体あこういったことやってるんだなっていうのが分かったと思うんですけど、実際にこのトランスサロンにどうやったら入会できるのっていう話をお伝えしたいと思います。でまず一つね、概要欄にキャンプファイヤーのリンクを貼っていますので、そちらをクリックしていただいて入会していただければなと思っております。本来であれば月額1000円、支払わなければいけないんですけど、今回はねキャンプファイヤーさん特典ということで初月無料キャンペーンを開催しております。なので無料です。はい、で2つ目、決済しますとメールが届きます。でそのメールには、まず入会してすぐ、アンケートっていうものがあります。アンケートを答えていただいて、その後にスラックの入り方の解説動画が添付されてたりとか、あと実際にグループチャットね、チャンネルに参加できる、招待リンクなどが届きます。はい、そこで、クリックしていただいてスラックに入ってください。でスマートフォンでやられる方は、アプリケーションでスラックっていうものを入れて参加していただければなと思っております。で、スラックに入っていただきましたら、まず、自己紹介してください。動画に特化した人たちが何百人もいますので、せっかくね自分を PR する機会だと思って、普段自分がどんなことやってるのかだったりとか、いろんなことを自己紹介していただければなと思っております。そこで例えば出身地とか言うと、そこでつながり合って、一緒に撮影だったりとかご飯行くこともあると思うので、ぜひ、参加した際には自己紹介を、してみていただければなと思っております。このトランスサロンには様々な特典というものもありまして、
例えばアートリスト、アートグリッドっていう、まあ、サイトがあるんですけど、それのトランスサロン限定で2ヶ月間、延長できる、コードを、アートリストさんからいただいております。あと、まあ、著作権フリーサイトのエピデミックサウンドですね、エピデミックサウンドの3ヶ月、無料で、ね、延長できるっていうリンクコードもあります。で、各種メーカーさんからの、機材の、ね、割引だったりとか、今現在話しているので、もう少したらそういった機材の、購入とかも、しやすくなるのかなと思っております。で、もう一つトランスサロンの、ね、特典で言いますと、トランスマップっていうものがありまして、例えば、このコミュニティには550人のいろんな人がいて、海外にたくさん行ってるんですよね。で、僕が海外行くときってやっぱりそのおしゃれな場所を探すのがすごく大変だったりするので、おしゃれな場所を知ってる人たちが僕たちのトランスマップに写真を追加して、例えばインスタグラムのリンクだったりとか、その場所に行った時の注意事項とかアドバイスを書くことによって、そこである意味つながりが生まれたりとか信用が生まれたりするので、このトランスマップっていうのもすごく良い特典となっております。なので皆さんもね、まあ、参加してチェックするだけでもいいですし、追加もしていただければなと思っております。で、このコミュニティに参加したら必ず発言しなきゃいけないだったりとか、まあ、自己紹介しなきゃいけない、必ずつながりを作らなければいけない、まあ、そんなことは全くなくて、本当にこのコミュニティのほとんどの人たちがやっぱり見るだけ、ロム線の人たちが多いですし、あくまでコミュニティなので、学校でいうと授業終わりにテスト勉強で数学を教えてもらうみたいなふわっとした関係でいいと思ってますので、無理して発信しなくてもいいです。全然読むだけでも大丈夫ですし、未経験者の、ね、方ももちろん大丈夫ですし、男女問わず、いろんな方が参加して、つながりを、ね、作っていただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで、今一通りトランスサロンについてご説明したと思うんですけど、せっかくの、ね、機会ですので、まあ、SNS の時代だからこそ、個人の時代だからこそ、やっぱりそういった技術の発展にとらわれないね、本当に人間がフェイス2フェイスで話し合うようなリアルなコミュニケーションを大切にして、このコミュニティを運営してますので、ぜひ興味ある方はね、せっかくの機会だと思うので参加してみていただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで、まあ、朝早くから収録してしまったんですけど、そんな感じで以上となります。本日はどうもありがとうございました。